なんだ。また何か出てきやがった。なんだか知らねえけどさ、仲間割れならよそでやってくんない？それもそうだな。俺の目的はこいつらではない。貴様らの抹殺だ、三蔵一行。へえ、面白いじゃん。いけない、目を見ちゃダメです。遭遇。やっと見つけたぜ、人間ども。なんだこのガキは、ぶっ殺せ。やれるもんならやってみろ。何者だこいつ。行けよおい。なんで俺が。このガキ。おい、もっと数集めろ。くそ、また出てくんのかよ。ゴン、村のみんな連れて洞窟潜れ。なるべく奥までだ、早く。みんな奥へ。てめえ一人で守るつもりか。無理無理、諦めてそこどきな。どいてやるよ。口を塞いだだと。何を考えていやがる。奴はどこだ。ここだよ。これで手出しできねえだろう。こいつ出てきやがって。超マジ、来いよ、相手してやる。これが、こんな鮮明な。無駄だな、そんな溶けた銃じゃ。わかるだろ、貴様らすでに俺の手の中に落ちたんだ。ほら、ぼさっとしてると蛇に噛まれて動けなくなるぞ。どうなってんだこりゃ。そうか、これはこの世界での肉体的ダメージは精神のダメージにつながる。つまり肉体の死は精神の死だ。これは一種の催眠術です。彼の言葉を聞いちゃいけない。聞くなったって。なんだ、よく見たらそりゃ蛇じゃないな、人間の手だ。
しまった。もう動けない。どうした？どうなってんだ一体。これがザクロの能力、言葉による幻覚誘導よ。催眠暗示により脳に直接語りかけて精神にダメージを与えるの。彼の言葉を脳が受け入れると幻覚を引き起こす。つまり精神で体感してしまうんだわ。待てよザクロ、三蔵一行の抹殺は郊外時に一任されたはずだ。それにもともとの目的は凶門を奪うだけだろうが。へっ、甘いこと。そんなことだから主君の一人も守りやしないんだろう、この役立たずどもが。てめえ。ああそうだ、こいつはお前の弟だそうだな。よせ。なあ佐五条、見てみろよ、お前の右手はよく燃えるな。五条。だいぶ疲れてきたみてえだな。そろそろ降参か。キリがねえな。こんなんでもたついてたら村の人たち生き埋めになっちまうじゃん。っていうか、どうした後がねえぞ。だせ。自分から落ちやがった。逃げたのか。まさかこの高さだ、助かるはずが。掘り返さなきゃな。第一さ、どこまで流されてったんだよ三蔵たち。なんか俺三三じゃん。腹減ったしさ。うわっ！
道長を単細胞が無駄だ。その火は消えない。くそー、幻覚です。彼の言葉を聞いちゃいけない。幻覚なものか。熱いだろ、三五条。ダメです、五条。ほーら、どんどん燃え広がって焼け落ちていく。聞くな。五条さん、五条さん、燃えてないわ、幻覚よ。無駄だ、八尾根。こいつらには今俺たちの声は聞こえねえ。そんな、ここまで暗示が強烈だとは。どうした、佐五条、攻撃してこないのか。その尺上で。てめえ、よせ、罠だ、登場。どこ狙ってる。バカめが、みんな死んだぞ。お前が殺した。嘘だ。殺した。五条、こいつ今俺たちを殺しやがったな。冗談じゃない、僕らは生きてますよ。五条、全部まやかしなんです、五条。言っただろう、俺の幻覚からは抜け出せないとな。貴様らはこのまま苦しみもだえ、そして。何を。五条よ、独学児、余計な真似を。どういうこと。ザクロの幻術から逃れる方法があるとするなら、与えられた幻覚のショックで死ぬか、気が触れるか、あるいは。そうか、気を失ってしまえば抜け出せるんですね。それが分かったところで何だというのだ。出やがったな。確かに敵前で揃って気絶するわけにもいきませんしね。つまり貴様らにはもう逃げ道はないということだ。俺たちはあのバカほど単純じゃねえからな。そうやすやすとてめえの誘導には乗らんぞ。すみませんね、僕ら知性派なんです。強がりだな。それで自己暗示のつもりか。知っているだろう、脳には海馬がある。海馬？セイウチの別称ですね。逃げるな。海馬は比較的近い記憶を収める部位だ。そこに呼びかければ簡単に引き出せるぞ。頭のいい人間ならより鮮明にな。昨日の夕食はチャーハンだったな。そうそう、セットのスープが美味しくて。今日は、そうだ、今日は川で溺れたな。しまった、どんどん沈んでいく。もがいても出口の見えない深い川の底だ。水なんてない、幻覚です。水中で喋るとどうなる。もう息が続かないだろう。肺まで水が入っていくぞ。終わりだな。
超破壊。破壊。お前もだ、現状三蔵。声が聞こえたのです。川流れの交流か。何だと。イメージの選択を誤ったな。俺が見たのは光だ。その銃は溶けてると言っただろう。無駄だ。溶けてねえよ。そうだ、弾が詰まってた。引き金は引けない。うるせえ。撃てるはずがない。だから撃てると俺が言ってんだよ。うわっ。これが現実だ。這い上がってきませんね。まったく、とんだ茶番に付き合わされたな。お、よう独学寺。悪いな、助かったわ。独学洗脳、いや催眠状態ってのはそう簡単に抜け出せるもんなのか。独学寺、どういうことだ。やめた方がいいんじゃねえか。そうだよ、もう少し待ってみてからでも。だってあれからずいぶん経ってるんだよ。悟空兄ちゃんが心配じゃんか。だからさ、あの兄ちゃんもやられちまったかもしれんし、もし妖怪どもが外で待ち構えていたら。何言ってんだよ。兄ちゃんは俺たちのために一人で戦ってんだぞ。俺をここまで連れてきてくれたのだって。リン、おい、分かった、分かったよ。誰かスコップ持ってこい。おじさんたち、ほら、どいてろ。確かに、俺たちも生き埋めはごめんだしな。行くぞ。よし、その石どけろ。鶴橋あるか。外が見えたぞ。悟空兄ちゃん、ほんとよかった。兄ちゃん。
第一さ、どこまで流されてったんだよ、三蔵たち。なんか俺、三三じゃん。腹減ったしさ。イメージの選択を誤ったな。俺が見たのは光だ。洗脳、いや催眠状態ってのはそう簡単に抜け出せるもんなのか。どういうことだ。兄ちゃん逃走。郊外寺はまだ戻らないの？もうじき戻るんじゃないですか。ちゃんといい子のまま働いてるかしら。洗脳が解けるほど意志の強いものなら、とっくの昔に摩天教門を手に入れてましたよ。今度は爪の手入れをしてもらおうかしらね。洗脳だ。今のあいつは血も涙もねえ殺戮マシンだ。あんなのはこうじゃねえ。しかしそこまでやるかねえ。自分とこの王子様だろ一応。でわざわざ俺たちに忠告をよこしたわけだ。教門置いて逃げろって。ご親切にありがとうよ。なめてんじゃねえぞ。勘違いすんな。てめえらの身を案じてるわけじゃねえ。こうがあいつがこんな状態で勝つことを望むとは思えねえからだ。なおさら俺たちには関係ねえな。俺の邪魔をする者は容赦なく殺す。それだけだ。それこそ貴様らの大将が同情や幸福を望むとも思えんがな。な、うちの大将なんざ元々が冷酷無比の殺戮マスインよ。てめえが一番邪魔だ。ええ、でも三蔵さんのおっしゃる通りです。ああ、分かってるよ。なんとかしてあいつを元に戻す方法を探さなきゃならねえんだ。にしても、方法は定かでないにしろ、脳を直接いじったとしたら、催眠のように簡単に解ける暗示じゃないかもしれませんね。もしこうが戻らねえなら、その時は。そろそろ第二段階に入っても良さそうだな。第二段階に？そう。これに書いてあるように培養液の配合を変えてね。待って、本当に玉面講師様はいいっておっしゃっているの？第二段階に行けばリリン様はもう。今頃何言ってるの？罪悪感に苦しめられるくらいなら君もする？洗脳。
おい、コン。外はどうなっている？悟空兄ちゃんが大変だ！早く助けなきゃ！バカ、やめろ！何すんだよ！俺たちが出て行ってどうなる？彼が叶わないのに、私たちでどうにかできるわけないだろう。そんなのやってみなくちゃわからないじゃないか！やってみてダメだったらどうするんだ？それは…お前は村の人間が危険な目に遭ってもいいというのか？そうだ。あの若者は私たちを守るために入り口を塞いでくれたんだぞ。私たちがのこのこ出て行って何かあってみろ。彼の行為を無駄にすることになるんだ。だけどさ、お前の気持ちはわかる。だが今は出て行っても何にもならん。俺はそんなの納得できない。コン、話せ。母さん、いい加減に押し、コン。だけど母さん、お前やリンが危険な目に遭うようなことするの、母さん許すわけにはいかない。分かっておくれ、コン。そうだよ、コン。あ、母さん、リンは？さっきまであんたと一緒に。お兄ちゃん、リン、どこだ？助けて、怖いよ。妖怪だと？そらどこだ、人間ども。お前らどこまでこのガキ連れてってやるからよ。声出せ、リン。何すんだ。頼む、二人とも耐えてくれ。居場所がバレてしまえば逃げ場はない。外の若者が来てくれるのを待つしかないよ。返事がないようだな。このガキがどうなってもいいってわけだ。じゃあそこでじっと聞いてるがいい。いい声で泣かせてやるから。待て、今行くぞ。お兄ちゃん。お兄ちゃん。やっぱりその奥に隠れてやがったのか。お兄ちゃん。リン。お兄ちゃん、お兄ちゃん、お兄ちゃん。うっせえな、サイレンかこいつは。やめろ。泣くなり。ちゃんとお兄ちゃんが助けてやるから。だから泣くな。うん、分かった。こりゃ面白い。ガキってのはバカだな。何すんなよ。口は達者だが足が震えてるぞ。ほら、やれるもんならやってみろよ。体が動かないんだろ。当たり前だ。動物ってのはな、自分より強い相手は本能でわかるんだよ。所詮お前らは下等な動物なんだ。黙っておとなしく俺たちにやられていればいいってことだよ。あ、わかったか。そんなのわかんねえ。
だからガキはバカなんだよ。他の人間どもは分かってるから奥で息潜めて隠れてるんだろ。奥には誰もいない。くだらねえ嘘つくな。聞こえるか人間ども、お前らはお利口だ。そうやって隠れてりゃ少しは長く生きていられる。楽に死ねるよ、お祈りでもしてな。みんな悔しくないのかよ、怯えて殺されるの。じっと待つのかよ。待ってろよ、このガキをおとなしくさせてからそっち行くからな。お前の好きになんかさせるもんか。お前な、人の心配より少しは自分の心配をしたらどうだ。ほら助けてって叫べ。叫んでる間は生かしておいてやるからよ。うるせえや。いい根性だな。お兄ちゃん。人間どもよく聞いとけよ。この自分の非力に気づかないガキがどんないい声を出すかな。母さん、みんな、コン、早く。なんだお前ら。これ以上私の子供たちに何かしてみな。許さないよ。そうだそうだ、出ていけ、この洞窟から出ていけ。人間のくせに本気で勝てると思ってんのか。全員生きてるのが嫌になるくらい可愛がってやるからな。何？何が痛いんだ！どうしてこんな洞窟の中にあんな鉄の車が。ふざけやがって。無茶ばかりして。ごめんよ母さん。なんだ。ここにじゃん。あ、いっていって、あれ、なんで俺こんなことになってんだっけ。思い出した、振り返ったらこいつが立ってたから、よう久しぶりって言おうとしたら突然ぶっ飛ばされて、しかもすげえ強くて、お前なんか今日変じゃね。どうしたんだよ。なんかあった。やべえこいつ。おやろか。マジじゃん。マジで。え、今絶対右腕、俺。
やべえ。もう一度聞く。やべえ。何がやべえって。現状三蔵はどこだ。どうするよこれ。教えっかよ。っていうか知らねえし。そうか。肋骨いった。そうだ。如意棒。俺の目的は摩天教門だ。現状三蔵の居場所を知らぬなら、貴様になど用はない。マジで腕上がんねえ。畜生、動けよ。この動けって俺の体だろう。やめろー。悟空兄ちゃんにそれ以上なんかしてみろ。お前を一生許さないからな。兄ちゃん、悟空兄ちゃん、だっせ。しっかりしてくれよ兄ちゃん。何がだせって。邪魔をするな。今ここで、あいつらが来んの期待してる自分が。ハイパーだせっつーの。三蔵もクソもねえ。てめえは今俺と差しでやり合ってんだよ。悟空兄ちゃんってむちゃくちゃ熱い。体中死ぬほど痛えし、痛えけど、でもそれがどうした。うわじゃん。光外様、光光外様。おい、しっかりしろ光。これで数値が安定したら、いよいよ第二段階に入るやん。今のあいつは
血も涙もねえ殺戮マシンだ。現状三蔵はどこだ。教えっかよ。やめろ悟空兄ちゃんに。それ以上なんかしてみろ。お前を一生許さないからな。覚醒。現状三蔵。小外寺様。魔天教門を渡せ。断る。ならば奪い取るまでだ。もうやめろ、コウ。こんな腕だって折れてるじゃん。黙れ。邪魔をするようなら貴様らも殺すぞ。うわぁ、なんだかすっごく身近に感じるキャラですね。いいぜ、かかってこいよ。猿の弔い合戦だ。生きてますって。もしももしもコウが戻らねえならその時は。覚悟はできてんだろ、独学。本気でやるぜ。本当に一つしかないようですね。初めて会った時はただ弟に似てると思った。釣り気味の目元とか赤みがかった髪とか無理して気丈に立っているようなないとか、そんなこじつけじみた共通点だけで妙ですね。何がだ。以前の郊外時なら炎や霧だけでなく召喚術を使ったはずなんですが。召喚魔は術者との契約制だ。術者の人格が別人に変わった場合、おそらく。それじゃあ今の郊外寺には召喚魔が使えないってことですか。ずっとおそばにいて郊外寺様について私の知るすべては、気高くて冷静で案外孤児で世間知らずで純粋で誰よりも優しくて寂しくて。邪魔だ。迷いのあるやつはすっこんでろ。三蔵。誰それのためになんぞぬるいこと抜かしてんじゃねえよ。要は
てめえがどうしたいかだ。気にすんなって。こいつは同情なんかじゃねえ。俺が勝手に決めたことだ。決めた？いいか、こう。お前の思うままに生きろ。お前がどんな道を行こうと、俺たちは勝手についていく。俺たちのたった一人の主君。どけ、五条。なんだ。悪いな、やっぱ俺らはこっち側だわ。嫌なんです。私、光外寺様のおそばにいないと嫌なんです。望まれなかろうが、そんなの知ったこっちゃないんです。そうそう、俺たちぶっちゃけ玉面講師の命令も悪いけど、お前の母親ですらどうでもいいんだ。こう、お前がいる。それが全てだ。モテモテだな、リーダー。うちとはえらい違い。頼んでねえよ。これで3対3だ。ちょうどいいじゃねえか。そうでもないみたいですよ。くっかーっ。上等じゃねえか。光外寺様、どこだ。破綻なんだよ。闇だ。嫌なんです。望まれなかろうが、そんなの知ったこっちゃないんです。声誰だ。こう、お前がいる。誰それが全てだ。光外寺のやつ。
仲間をかばった小外寺様。こう、なんで、なんでこんな。小外寺、時間を稼げ。オンサンマヤサとマイソワカ、オンシャレイジャーメイウハンタ、オンザラワシルタチオンカンクタマザラバ、オンカンタスカフリアタタラバサタヤ、オンサンマヤサとマイソワカ、オンシャレイジャーメイウハンタ、オンザラバシルタチオンカンクタマザラバ、オンカンタスカフリアタタラバサタヤ、オンサンマヤサとマイソワカ。開演玉器。ああ。め。召喚魔。な、下がって。下がれたって崖。また水かよ。召喚術は使えないんじゃなかったのか。ということは、こう、どうやらまた借りができたようだな。今日は見逃してやる。次こそは必ず教文をもらい受けるぞ。なんだそりゃ、ふざけんな。殺す。舐めてますね。そっちこそ次は覚えてやれ。聞いてか、こらバカおじ。行くぞ、やらなきゃならんことがある。郊外寺様。どうした。ついてくるんだろう。バカお前、そんなの決まってんじゃねえか。ちょっと、またそんなもので遊んで。ふん、あれ、正気たか。ご報告します。郊外寺様がお戻りになられました。おかえり。聞いてるよ。三蔵一行を追い詰めるとこまで行ったって。爪が甘いな。殺しちゃっていいよって言ったのに。もう少しメンテナンスが必要かもね。んじゃ、服脱いで。参考までにさ、どうやって元に戻ったか教えてくんない？こ
今後などない。俺はもう二度とあんたのおもちゃにはならない。誤解するなよ、三蔵側に回ったわけじゃない。俺は俺の意志で奴らと戦う。だがそれは母上や俺たちの安息のためだ。貴様のくだらん暇つぶしの駒になるつもりはない。お兄ちゃんだ。やっぱり来てくれたんだね。あんた前に言ったな、大事なものは手放すなと。俺にはたとえ離れることがあったとしても、何度でも差し伸べてくれる腕がある。あの時光が見えた。あんたには分からんだろうがな。ニー博士。失敗失敗。案外しぶといもんだね。見直したよ。まったく誰も彼も光ばっか追いかけて、虫みたいだ。むちゃくちゃ親父くしゃみですね、五条。何度も川に落ちて風邪でもひいたか。漫画みてえなやつだな。鼻すすりながらよくそういう悪態がつけるな、てめえはよ。しかし散々だったぜ。変なやつには絡まれるしよ。あれ、でも五条全然役に立たなかったって聞いたけど。この野郎、ぶち殺す！てめえ、そこまにもいなかったくせに！でも悟空は悟空で頑張ってたみたいですしね。悟空兄ちゃんすげえ！すっげえかっこよかった！あのさ、俺、船渡しになるよ。そんで村のみんなや母さんや妹を守るんだ、兄ちゃんみたいに強くなるよ。なにニヤニヤしてんのよ、小猿ちゃん。してねえよ。お前なんか元がニヤケ面のくせに。おい、こら、聞き捨てなんねえぞ。人間だと？宝刀城に人間がいるのか？ああ、その男だけだろうな。話によりゃ天才的な科学者らしいが、どうもそれだけじゃねえ。得体の知れないところがある。何もかも小馬鹿に仕切ったようないけすかないやつだ。三蔵。なんだ。次の町まで3日ほどかかりますが、このまま進みますか？当たり前だ。たく、行く先々で余計な手間取らせやがる。なんだか牛魔王サイドもいろいろ大変みたいですね。なあ、そういえばさ、郊外寺のやつなんであんなに機嫌悪かったんだ？そりゃあれだ、夢見が悪かったんじゃねえの？
なんだよそれ、わけわかんねえ。わかんなくていいのよ。なんだよ、バカげるんだよ。一度心配でも。